サッカー選手になる夢は常にもうサッカーを始めた時からやっぱり将来は J リーガーになりたいっていう夢は常に持ってましたし、それを曲げなかったことは自分の場合じゃないと思ってるんで、ただサッカー選手に具体的になるっていうのを頭に想像したのは、まあ、高校生に入ってからより具体的に俺はプロになるっていうのをイメージしてやってました。まあ自分の中でターニングポイントはプロになる前で言うと、まあやはり中学校の時に単身で神戸から仙台にサッカーをしに行ったこと、一人で行ったことはやっぱり自分にとっては大きかったのかなと思いますし、やはり、まあ、今思うとよく小学校、まあ、当時6年生12歳ぐらいの時に決断したことですけど、まあ、よくできたなと今思いますけど、まあ、当時はでもただ単にサッカー選手になりたいっていう夢があったからこそ、その決断は意外とあっさりしていたん でそこでやっぱ仙台に行って、まあ、いろんな仙台の人、サッカー、自分が所属したチームのサッカーだったり、いろんな出会いがあって、あったと思ってるんで、やはり神戸から仙台に環境を変えてチャレンジしたことは自分がプロに行く上ではかなりの、ターニングポイントの一つになったんじゃないかなと思うと、自分がプロ入って2年目に J2 にチームが落ちたんですけど、その時にやはりある意味 J1 に残らずに J2 に落ちたことによって、当時の主力選手が10人ぐらいバーって抜けていったんで、まあ、次の年の J2 からはほとんどが若手というかチームが変わったような形でスタートした分、僕たち当時18歳の自分にも試合に出るチャンスをたくさんもらったきっかけの一つだったんで、当時はやっぱ J2 に落ちることに対して本当にすごくステージが下がる、またレベルが下がるっていうことに対して自分はすごく嫌で悔しかったんですけど、やっぱ逆にその後で落ちたことによってメンバーが抜けていろんな選手にチャンスが回ってきたからこそ自分にチャンスが回ってきたと思ってるし、今となっては、まあ、そういう意味ではあの時 J2 に逆に落ちて試合にプロの試合に出るチャンスをやっぱ与えてくれたんで、逆にそういう意味では一つの、まあ、ターニングポイントは、まあ、いっぱいありますけどあるのかな、そこなのかなと思います。一つはやっぱりワールドカップ2010年の時、まあ、メンバーが落選した時は自分の中ではメンバーを落選することに対して発表する前から受け入れる準備はしてましたし、まあ、メンバーが当落選状態だった分、まあ、厳しい予想はしてたのでその準備をしてましたけど、実際やっぱりメンバー発表になってワールドカップっていう舞台に行くメンバーが発表されて、自分がその時に名前がなかったことに対してやっぱり自分の想像以上の悔しさっていうのはすごくありましたし、やはりワールドカップっていう舞台は自分にとって特別なんだなっていうか、でも改めて感じる瞬間でもあったんで、もうそういう意味では一つ挙げとしたワールドカップ落選の時はかなりの悔しい思いをしたし、その中でワールドカップのサポートメンバーに帯同することになって、そこでも自分の中では前もって、チームのために行くならばやらなきゃいけないっていうのを頭に入れてましたし、やっぱチームがどんな状況でサポートするっていうのを自分の中では考えてついていきましたけど、実際チームが勝つことによって決勝トーナメントに行くのを眺めるのは、まあ嬉しさももちろんありましたけど、それ以上にやはり自分が出場できないって分かっている中で試合を見つめる悔しさであったり、やっぱ自分もあの舞台に立ちたいなっていうすごく、まあ、その悔しさはやっぱり
もうそれも想像以上に当時はありましたんで、まあ、その悔しさっていうのは、自分の中では最近で言うと想像以上に感じる悔しさだったのかなと、挫折感だったのかなと思います。1年シーズン振り返った時に一番気持ちよかったシーズンはやはりドルトムントの2年目のシーズンっていうのは僕にとっては一番最高の、今までの自分のキャリアの中では一番最高のシーズンだったのかなっていうのも、まあ、あのシーズンはリーグもカップも優勝して、またドルトムント史上初というかね、やっぱそういうダブル達成できたことはドルトムント史上初でもあった分、すごく自分にとってはすごく嬉しかったですし、こういう海外のクラブに来て自分の名前を残せたことに対するすごく達成感というか誇りをすごく感じた瞬間で、やりきったシーズンではあったのかなと自分でも思ってるんで、もうそういう意味では2年目のドイツの2年目がすごく印象的です。まあ一つ大きな夢、常に大きな夢と近場の夢が僕の中では持ってたんですけど、まあ、近い目標でいうとまずこのシーズンをやりきることであったり、ワールドカップで活躍すること、まあ、その2つが自分にとっては目標というか目標かな。このシーズンをしっかりと素晴らしいシーズンすることと、ワールドカップで4年前の出れなかった悔しさをブラジルで、まあ、この代表チームのメイトとともに、4年前以上に日本を熱狂させて日本代表として素晴らしいものを残すことが今の自分の短期の目標で、まあ、大きい目標としてはやはり世界一のプレイヤーになることっていうのはやっぱり誰もが目指すものですし、特に海外に出てやはり海外のサッカー文化であったり選手に触れることで、やっぱそういう、まあ、ヨーロッパとか特にサッカーの最高峰と言われているところでやはり自分も一番になりたいですし、またやっぱり世界中にもっと自分の名前であったりファンをねもっともっと作って、日本だけじゃなくてやっぱり世界で世界中から応援されて認められて覚えられるやっぱ選手になりたいのが自分の一つの大きな目標です。自分の、まあ、ウィークポイントであったりっていうのをうまく分析しながら、トレーニングすることがやっぱり今できる自分の一番のことなのかなと思ってるんで、そういう大きいことを叶えるためにはやっぱそういう目標というかね、近い計画性を持ちながら大きい夢を常に抱き続けることはやっぱり必ず大事だと思いますし、そういう意味では、はい、自分を信じてそこの目標に向かってどんな悔しいことがあろうがやり続けることが必ず大事だと思います。僕にとってやっぱり夢は本当に叶うものですし、本当に自分の中で中学校の時によく言われた言葉で夢に念ずれば花開くというか、そういう言葉習ったんですけど、言われ続けてきたんですけど、やっぱ夢を念じてその夢に向かって努力し続ければ必ず夢は叶うと思ってるんで、だから特に今の子供たちにはやっぱ一つ大きいでっかい夢を持って世界でやっぱり活躍する、世界でやっぱ認められる、やっぱ日本人になってほしいですし、やっぱそういう人間にやっぱ一人でも
なってほしいので、やっぱ今の子供たちには夢を大きく持って持ち続けて、それに向かってチャレンジしてほしいなと思います。